神戸ビエンナーレは、2007年から2015年まで2年に一度、10月初めから11月末頃まで、神戸市中央区で開催されていた現代美術を軸に、する国際的な芸術文化の祭典である。阪神、淡路大震災から10年を経た神戸市が、被災地という枠組みを離れ飛躍を図るとともに、芸術文化の街として活性化することを目的として、 2007年に第1回が開催された、ビエンナーレやトリエンナーレ形式の現代アートの芸術祭、展覧会は世界に数多く存在するが、神戸ビエンナーレの特徴は、第1に対象とする芸術分野が現代アートだけでなく、生け花や書のような日本の伝統芸術、デザイン、ファッションなど多岐に及ぶ点である。さらには、従来のハイアートの世界では、 無視されてきた大道芸や児童会が洋菓子のデザイン、コミックイラストなどの現代文化も取り込む試みがなされている。この多種多様性は様々な芸術文化の玄関口となって港町として発展してきた神戸らしさを表現しようとしたものとされる。第二の特徴として広く一般から国際コンペティション形式で作品を選出している点である。これは世界各国で スターアーティストあるいはキュレーターによるビエンラーレ等が開催されているが、その形式にとらわれることなく、若手アーティストの発掘及び育成にウェイトを置いたためとされる。しかし、阪神大震災の復興を芸術面で支援してきたが、寄付金が減少するなど一つの区切りを迎えたとして2015年に開催された第5回をもって終了した。 神戸ビエンナーレ2015神戸ビエンナーレ2013神戸ビエンナーレ2011神戸ビエンナーレ2007会場運営の一部は市民ボランティアによって行われている第1回開催より神戸アートサポーターズが組織され会期中の会場運営作品制作サポート広報活動等を行っている2014年に神戸アートサポーターズを再び解散し 神戸ビエンナーレチアーズが新たに組織された。第1回から韓国、公衆ビエンナーレと連携を行っている。2012年、公衆ビエンナーレ及び神戸ビエンナーレの交流に関する了解を覚書に調印した。これに基づき、相互に作家の招待展を行っている。また、友好都市である中国、天津市から作家を招き招待展を行っている。 国際ビエンナーレ協会加盟、ありがとうございます。